薬学部を6年で卒業できない大学を発表します。早速卒業率ワースト1位から発表します。留年や退学によってストレートで卒業できない大学第1位は第一薬科大学です。卒業率は驚異の 22.6%。 100人入学したら6年で順調に卒業できる学生はわずか22人しかいないです。78人は退学や留年でいなくなってしまいます。友達がどんどん消えていく恐怖っていうのはまさにもうこのことですね。キラキラした大学生活を描いていたのに入ってみると思ってたのと違うと思う学生も多いと思います。ワースト2位は青森大学、卒業率は 26.7%。 ワースト3位は医療創生大学、卒業率は 28.1%。 いずれの大学も無事に6年で卒業できる学生は3割もいません。さらに恐ろしいのはここからさらに薬剤師国家試験が待っているっていうことです。無事に大学を卒業できても薬剤師国家試験に合格しないと薬剤師にはなれません。もし薬剤師になりたいなら大学選びの参考にしてください。質問あればコメント欄にお願いします。